昨日感染が確認されたのはいわき市で11人、白河市で7人、郡山市で4人、西郷村で3人、それに会津若松市や相馬市などでそれぞれ2人、福島市や須賀川市などでそれぞれ1人の合わせて40人です。1日あたりの感染者数としては先月24日の43人に次いで2番目に多くなりました。また昨日までに県内の医療機関に入院する80代男性と90代女性が死亡しました。県内では昨日までに249人が入院していて、病床の逼迫率はこれまでで最も高い 53.1% に達し、感染状況が最も深刻なステージ4の指標を超えました。我々としてはやっぱりその非常にこう危機的な状況だというふうに受け止めております。昨日の感染者のうち11人は感染者の集団クラスターが発生した白河市のショーパブネオの利用者で、関連の感染者は26人となりました。また2人はいわき市のフィリピンパブクラブ JP の従業員で、店では昨日までに合わせて3人の感染が確認されているということです。いわき市では先月24日から30日までの間に店を利用した人を対象に相談を受け付けています。またいわき市の20代男性は市の職員、西郷村の30代男性は村の職員であることをそれぞれの自治体が公表しました。また昨日の感染者のうち2人は東京電力関連の感染者ですが、廃炉作業への影響はないということです。さらに昨日は川俣町の済生会川俣病院の職員の感染も確認され、病院は職員と接触のあった患者と職員合わせて63人に PCR 検査を実施しました。